そんな大差ないか。あそこ金色になってる人いるなぁ。よし、危ない。もう一段下に降りるしかないかも。上に上がれる場所が果たして乗れるか。ああ、変にこれ目指しちゃうと余計下に落下しちゃうな、乗れずに。これ飛べんのかな？試してみるか。あ、飛べる。空中のやつも飛べる。残り5人。これは時間稼げるぞ、結構。残り4人。あ、これは俺勝ったでしょ。このまま、ちまちま進んでれば、無理せず、ちょっと溶け出したらもう移動しておこう。これいけるでしょう。これミスする理由がなくない？ポケットでもしてない限り。ちょっと余裕を持って移動しよう。全然先余裕あるから。ねえ。ちょっとこれは一応、より安全なこっちにジャンプをして。でも全然数字減らんね。ちょっと下が気になって覗きたくなっちゃうけどやめた方がいいよね。あっ！危ねえ。余計なことしない方がいい。危ない。全然数字、あっ、1人減ったぞ。3人になったぞ。下が見たい。下が見たい。3人。あれ？ちょっと思ったよりも減ってきたな、行ける場所が。怖い。お！ 2 人！これは絶対行けるでしょ、もう。ただ、この先割と行ける場所がない、ここ。え？届かないかな、向こう。え？まずい。下をちゃんと見て、落ちる場所を決めた方がいいな。よっしゃ、また時間確保。あ、割とまだ下も残ってる。あそこ見えるね。ちょっとあんま視点動かさない方がいいな。あの人が目に入ると変なことしちゃいそう。落下位置を届け。よっしゃ、これはでも一騎打ちしないと無理じゃね。よっしゃ、崩せ崩せ崩せ。結局バトルになるわけか。おっと、え、あ、やめてくれば。マジか、これでの残れないのか。最後の1対1が割とあれだね。ちょっと大変だな。